橋本岳です。浅井川出身で41歳二児の父親です。飲食店を15店舗ぐらい経営しております。年商は10億円くらいです。年収収入はまあ役員報酬とか。 営業利益とかいろいろあるのであとここはちょっと公の場すぎるので今日は言わないです結構あの自分僕初対面の人とか結構お金の話すごいします早めにあの年少規模を聞いたりとか年収聞いちゃったりするんですけどそれって結構相手の立ち位置をなんかすごい初めに理解するのに結構効率よいいなと思ってでもただお金の話をするときって結構勇気のいることで お金の話って結構、うん、いやらしいものとか汚いっていうイメージが結構あると思うんですけども自分の父親がすごいお金の話すごい嫌ってました父さん月いくらぐらい稼いでんのって言ってもなんかすごい不機嫌な顔してでお金持ちの人を見たりいい車乗ってる人を見ると、まあ、どうせ悪いことしてんだろうみたいな感じでお金は癒やしいものだと思ってました。 でも小さいながらにお金ってやっぱり給料、謝礼や,や商品の価値の対価だったりしますよね。で、そのお金の基準がわからないのにどうやって生活していけばいいんだろうっていうふうに子供ながらにすごい思っていました。まさに自分を動かす動機は結構お金から始まったと思います。皆さん嫉妬することありますかやっぱり嫉妬ややっかみって結構ネガティブなイメージが。 あると思うんですけども僕二人兄弟なんです兄が大って言います僕学です二人合わせて大学ですですが二人とも大学には行っていませんまあ父がそこそこのボンボンで多分東京の私立の上じゃない方の下の方の大学行って遊んでたせいでしょうか子供たちを大学に行かせるつもりはなかったみたいです 兄はものすごい頭が良かったです。生まれつきの才能で、大した勉強してなくても、朝霞の一番の進学校に通えました。僕は結構努力して頑張りました。だけど、一番の進学校には行きませんでした。まあ、そこで早めに挫折を味わいます。能力って平等じゃないんだなって、そして自分の能力のレベルの低さを知ります。ああ、大した勉強できないな。で、これ、勉強で勝負しても、 勝てないないどうしたらいいんだろうってことで腕で勝負するしかないと思ってその時知識も大したなかったのでまあ料理やるかまあ美容師ぐらいしかその時は全然知識もなかったのでで料理の道に進みますでえ料理の道に進むのに札幌の専門学校を1年間卒業してでその後まあ普通にやってても一歩 出れないない勝てないなと思ったので何か違うプラスアルファをしようと思ってシドニーに行きますイタリア料理をやりたかったんですけどイタ,リアリイタリア行くのねはもちろんビザが難しくてワーキングホリデーのビザがあるシドニーに行きましたしかしその時二十歳自分別に技術も何もないただ 根拠のない自信と技術,ない技術のない自分が行ってもせっかくシドニーに行ってもやれることはお皿洗いばっかりもちろん料理なんかやらせてもらえませんでお金もなくすごい厳しい日々を過ごしてみましたまあやることなかったんで近く散歩するんですけど近くは高級住宅街ですごい大きい家や高級高級会社がすごい並んでいてで 近くのビーチに当時、BMW の X5 という SUV が大きい車がヨットを牽引してきたんです。うおーっとすごい衝撃と憧れを覚えましたどうしたらこれ買えるんだろうと僕、当時、朝から晩まですごい働いてましたけど月給料10万円ぐらいですどうしたら買えるようになるんだろう っっていいうのののがまず僕の人生のターニンングポイントだったと思いますそしてあと海外行った時にすごいあの経験になったのがシドニーの人が「アルバイトでも自分これとこれとこれできるから時給上げてくれ」って上司の人にすごい言うんです。おおとこれが実力主義の世界か。で自分もすごいアピールしないといけないんだって。 で苦しい中、札幌にを上げて帰っていきます。で当時。パスタ屋さんでアルバイトしたんです。でも僕も根拠なき自信と、大した実力はないんですが。ただアピールすることだけを覚えて。まあ一生懸命仕事をしたんですけど。社長に僕もこれとこれとこれとこれできるから。時給くれて、僕もとこれ、あした方がいい、こうした方がいいんじゃないかっていう。ことをアルバイトの身分ながら。すごい社長に提案したり。 していましたそしたらその当時のそこの社長が結構面白がってくれて「リゾット専門店やりたいんです」って言ったらすごい助けてくれてまだその時24歳なんですけど僕を信じてくれていろいろ助けてくれてリゾット専門店をやります。でなぜリゾット専門店をやったかっていうとその24歳でイタリア料理で真っ向から勝負しても。 勝てるわけがないといっぱい上の人を見てきましたいっぱい僕より技術がある人を見てきました、まあ、勝てるわけないなとそこでどうしたら勝てるんだろうということで技術のない自分が考えたときにイタリア料理で働いてるときにリゾットを目的に来るお客様が多くてでもリゾットはその当時コースの一部だったり量が少なかったりしたのであこれリゾットをメインフードにしたリゾットの定食屋さんみたいなのを作れば お客様のニーズがあるんじゃないかなっていうふうに思ってリゾット専門店やりましたでその後自分は甘いものが好きでお酒も大好きなんですけど飲んだ後にこにさっぱりとしたフレンチのコースのデセールデザートみたいな感じでバーのようなパフェを食べたいなと思って自分が食べたいからっつって。 夜パフェ専門店を開きましたでその後にお酒を扱ってる仕事がなかったのでお酒扱う商売ってずるいなってそれもやっかみのなんですけどがわって海鮮居酒屋を開きました、まあ、パフェこれ北大町長今並木やってるんですけどそれを持ち主したパフェとかやってますで海鮮居酒屋やって、まあ、順調に楽しく過ごしていたんですけども やってきます3年前にコロナですコロナ禍で一気にやられました飲食店すごいものすごく大変でしたもう状況が一変して自分じゃどうしもできない出来事ですよねその中にあの飲食店の経営者さん先輩方と、まあ、コロナ禍の大変な時期に情報交換をし,ようしてるときに ある一人の経営者の先輩が言ったんです、彼も飲食店をやっている方です、コロナを引き起こしたこの厳しい状況に感謝ですと言ったんです、何をと、はあ、こんな、バカだな何がこのコロナに感謝とか意味が分からないすごい嫉妬しました、もうひがみですよね、それって、相手が成功していることに対して、う何うもいいと思えない。うわ 自分めっちゃダセえなこのままだったらただずっと嫉妬して終わらせたくないこのままだったらもうコロナに負けてしまうと自分もこの状況に感謝と言える状況までなりたいと思っていろいろ新しい行動を移します出店計画があった3店舗はそのままコロナ禍で 大変だったんですけどそのまま新しく3店舗し新規出店しまあリゾットのお店ではまあリゾット作れなかったのでまあ思い切って額だけど額割やったことなかったのでもうどうせ額割やらなら10割引きだっつって10割引きでやったりとかあと夜パフェの業態ももちろん夜営業できなかったので昼パフェに移動したり。 パフェ屋さんの1階がドラッグストアがあったんですけどそれもコロナで撤退でなくなったのでちょうどテナントが空きましたそうして僕緊急事態宣言とかで結構時間があったのでスタッフにも僕にもじゃあ何かしたいなって思ってずっとケーキ屋さんやってみたかったんですよねパテスリーそしてケーキ屋さんをやってそこで 製造業初めてだったのでロスが怖かったので24時間買えるケーキ屋さんケーキがあったら面白いかなと思ってあのショートケーキ缶ですね缶に詰めたケーキをやってでそこそこ新しいやった取り組みがぼちぼち成功してまあそこでまあうんギリギリ自分もこのコロナの状況があってよかったなっていうふうに思えるように。 なりました <coughs> 言いたいのはどんな出来事にも自分に何かを教えてくれるために起こっているどんな出来事も自分に何かを教えてくれるために起こって,くれているこれが必要必然な哲学のポイントであって。 起こることすべて,てに学びのヒントをもらえるっていうことでまず感謝しようとそしてそこから学ばせてもらおう何でも感謝できるまで何かを成し遂げなければ学べない学べないから感謝をするそしてお金を稼ぐ人にはたくさんお金を集めないといけない お金ってありがとうです。ありがとうを集めないといけないんです。いろいろ何かをした、提供した対価のありがとうの代わりにお金をもらえるということですから、お金は汚いっていうイメージはなくありがとうと素敵なものだと思っています。でシドニーで見た、憧れてた車も買えるようになりました。ですがただ 買えるようになったからだってすぐ買うのではなくもう従業員自分のスタッフに対しても目に見える形で感謝を伝えてから買いましたそうやらないとお金のありがとうの継続は多分続かないと思ったっていうことですでいい車とかいいものを買っている人とかって結構やっかみ持ったりしますよね 人の成功をししてていることを見てやっかんなりもしますでもそのやっかみや悲がみを学びのきっかけと考えればそれは成長のきっかけになってそれが感謝となってその感謝とお金があって世の中に貢献できるんではないかと思っています世の中に貢献って、まあ、お金の部分でもたくさん税金を払えば 日本のインフラをきれいに整えることもできるしお金募金を募るのよりも自分が募金した方が早いんじゃないかなっていうふうに効率よく考えていますお金を稼ぐことは人生においてリアルな一つの話であってそれを避けては通れないんじゃないかなと思っています 汚い話だと思わずそこはリアルの話としてただやっかものではなくどんなことにもどんな状況にも自分に降りかかることに感謝をする感謝をしないと学べないっていうふうに僕は思いますこれが何か皆さんのお役に立てれば光栄です ご清聴ありがとうございました。